はい、今日の陰気おやつのコーナーですけども、5月12日朝5時18分に食べてみよう、見ようかと思いますね。両油パンですね。まずはカロリーですけども、418キロカロリーということでございます。パンが2枚入ってますんで、多分1枚あたりってことなんですよ。ちょっと開けてみますね。タイトルはね、北海道練乳サンドです。まあ、こういうふうに食パンの間になんか練乳が挟んであるってタイプで、いやこれをね、ちょっと百数十円出して買うのにはちょっとした、ね、抵抗がありましたね。高いなと思ってたんですよ、単純に。まあでも今4割引きでドラッグストアで手に入ったんで、初めて試してみます。うん、あのやっぱね、割引になるってことは店頭に並んで2日3日経ってるんですよね。ですから、まあ、出荷時のもちもちふわふわ感は失われてるのかなと思います。で、まあ食べてみましょうか。いただきます。うん、まあ練乳がね、甘くて美味しいんですけど、冷凍から開けたせいもあってパンが硬いですね。やっぱこれは割引になる前のちゃんとした入荷時のやつを食べた方がいいなと思います。ちなみにこういうパンってこれさらしといてね、置いといてもカビが生えないんですよ、しばらく。だから妙な薬品使ってるっていう疑惑が上がるんですけども、もともとパンを作る工場って無菌状態で、こういうね、作る人も真っ白い目しか出てないところで手袋もちゃんとして、もう菌をね排除してやるんですよ。でそれで菌を排除した状態でこれパックするじゃないですか。だから無菌状態で出荷されて店頭に並ぶんですよね。で今私これ袋ピリッと開けましたけども、ここから菌が付着するかどうかなんですけども、基本的にこれを野ざらしにしておくとかってなくって、開けたら食べちゃうじゃないですか。仮に食べなくてもこれを例えばお皿の上に置いといて、ラップもせずに2日3日置いてました。菌って増殖なかなかしないから、だからね、まあ、カビが生えたりしないのも、まあ、当たり前といえば当たり前なのかなと思いましたよね。要するにすごくね、安全な状態だからこそそういうのが繁殖しにくい、繁殖するのが遅れるってことなんですよね。でよくね、パンとかコンビニ弁当をベランダに置いといて1ヶ月間カビ生えませんでしたみたいなのやってますけども、通常の暮らしでそういうことってありえますかね。そこまで意地悪なことしなくてもいいような気がしますし、私の解釈としてはものすごくね、清潔な状態のところで作られて清潔な状態のまま出荷されるんで、私たちが家庭で弁当を作ったりね、家庭でパンを焼いたりとかするのにはもう最初から菌がすごい混入してるんですよ。だからカビやすいっていうことなのかなと思ってます。なんか皆さんもね、お考えありましたらコメント欄で教えてください。じゃあいただきます。うん、やっぱちょっと固めですね。もちもちふわふわ感はないですね。うん、これはね、両油パンさんが悪いんじゃなくて、割引にならないと買わない私が悪いんですよ。ね、店頭並んで2日3日経ってるから割引になるわけですから、味は落ちてると思います。すいません。